様、こんにちは。女性部伊達地区佐藤悦子です。今日はちまき作りをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。準備は笹の葉、いぐさ、一晩水につけたもち米です。はい、じゃあ早速作っていきましょう。笹を持ちまして、元の方を右側に持って、この上にくるっと回して、こんな風になりますね。で、ここ穴開かないようにしてもらわないと米が出てしまいます。で、米はだいたい 40g で、笹の大きさによってグラム数を変えてもいいです。で、これで一回ここで蓋をします。で、ちょっとここが元になっているので硬いので、ちょっと強めに押してもらえればいいかと思います。そしてもう1枚の笹を準備して、これでくるっと、ね、右側を後ろから前に持ってきて、左釜も後ろから前に持ってきます。じゃあ縛り方をします。だいたい元を10センチくらい残して、まず右側をくるっとやります。で、それから左側に持ってきて、ここで交わります。そしてその北に持ってきて、出来上がりなんですけども、後ろは必ずこういうふうに、なるっていうことですね。で、ここで結びます。いいかな、こういう感じで。はい、1個できました。早速煮ます。水から40分煮ます。茹で上がりました。じゃあザルに上げます。はい、冷まします。はい、冷めましたので早速いただいてみます。はい、ここにきな粉をかけます。きな粉は市販のきな粉に砂糖と塩を少々入れてあります。じゃあ早速いただいてみます。はい、いただきます。はい、美味しくできました。皆さんもぜひ作ってみてください。